はい、こんにちは、ナノカです。今回のテーマはですね、他人が羨ましい人へっていうお話です。どうですか皆さん、他人羨ましいなとかってこう嫉妬したり、いいなってね思うことってありませんか？やっぱりコメントの中にもね、そういうことをね、本当に今まで私この1年4ヶ月ぐらい YouTube やってるんですけど、やっぱり過去にもね、そういうのいただきましたし、最近もね、やっぱり私ね、本当に正直な話、他人が羨ましくて仕方ないんですよねってね、幸せそうに見えてとかって、もうそういうことをね、書かれている方もいらっしゃるんで、今回はそういうお話をしたいと思います。でですね、私もですね、過去はそういう感じでした。やっぱり人を見て羨ましいなって思ってました。なんで私はみたいなね、そこでこう他人と自分を比較するっていうことですよね。私の場合でしたら、例えばまず一つ目に家族のことですよね。親子関係で、うちの親はもうね、何回もお話ししてますけど、本当に今ね、絶縁状況なんですよね。だから今というか、もうかなり昔からなんですけどね。だからそういうふうな親を持った私としてはですね、あと弟もね、同じように感じてたと思います。私と弟はちょっとね、もう今から20何年前にね、自死しちゃったんですよ。だからね、本当に弟もいろんな思いをね、抱えてたと思うんですよね、親に対して。で、その親がね、こうやっている私とか弟からすると、まあ私の話ですから、まあ私としてはですね、他の家族を見た時に、本当に親子仲がいい家族っているんですよね、実際に。やっぱりこのね、こう世の中見ると、本当ファミレスにちょっと行っただけでもね、すごくにこやかに話してて、食事してる、いいなーってね。だからそういうふうにね、こう人を見て、人の家庭を見て、いいなーってね、思ってました。めっちゃくちゃ羨ましかったです。で、あとはですよ、弟がね、さっきお話したように自死しちゃったんですけど、もう本当にね、子供の時は私と弟はもう本当にね、肩寄せ合って生きてたんですよ。やっぱり父の再婚相手と一緒に住まわされちゃってね、もう父は再婚相手にしかも愛情を注がない、そばにいる私と弟、まだちっちゃい子供の私たちをですね、もう全然愛してない感じだったんですよね。その時にもう父はその人と出かけたりするんで、ポツンと残された私と弟は二人でね、ちょっとどっか散歩したり、2人でなんかこうね、何かこうお菓子食べたり、2人で過ごしてました。だからそうやってこう肩寄せ合って、子供の時にそういう辛いね、家庭環境で一緒にいた弟が私はもういなくなっちゃったんですよ。だから兄弟がいる人が本当に羨ましくてね、兄弟がいるだけじゃなくて、ほら、ちゃんとこうね、生きてる、ずっと生きて一緒にこう仲良く過ごしてる人たちが本当に羨ましかったんですよね。あとはほら、主人がその前の年にね、弟が亡くなった前の年に主人も亡くしてるんで、いやー、もうやっぱりね、まだ私32だったんですよ、その時ね。で、娘が生まれて本当にまだ1年ちょっとの時だったんですよ。だからなんかこう、本当全てがこう本当にね、ガタガタとこうね、自分の人生が崩れ落ちたというか、もう絶望でした。だからやっぱりこうご夫婦だったり、赤ちゃんを連れてのこのご夫婦の仲いい感じのね、そういう姿を見ると、ああ、で、私もね、主人と一緒にまだこうやってね、赤ちゃんと一緒にこう3人で歩きたかったなとかって、こう見るもの全てがですね、私にとっては羨ましいものばっかりだったんですよ。だから過去はやっぱそういうことでものすごく落ち込んだり泣いたりとか、もう一人を感じて孤独を感じて絶望してたわけなんですよ。でも今の私はですね、全くそれがないんです。それはもう本当に何回も話してますよね。過去の私と全く違うんですよ。誰を見ても羨ましいがないんです。それはなぜかというと、こういうふうに考えたんですよ。例えば、じゃあその親子関係ね、兄弟関係、どうですか？その羨ましいと思っている人たちと、じゃあ私を比べたときに、私はもうこの家族で生まれて育ってるわけなんですよ。だからその羨ましい人たちの家族と入れ替わることはできないんですよね。だからもう、不可能なことがあるわけなんです。もうどうしようもない事実なんですよ。だからできないっていうことをある日、もう本当にですね、分かったんですよ。いや、もともとそれ分かってなきゃいけないしね、分かってなきゃいけないんだけど、やっぱほら、辛いなとか寂しいなと思ってる時は、そこは考えずに、ただひたすら羨ましい、いいなって思ってるわけなんですよ。だから羨ましい、いいなって思ったって、その人たちと変われないんだったら、もう仕方がないなって思わなきゃいけないんですよ。その部分ではですよ、親、兄弟、旦那さん、ね、例えばじゃあ奥さんにね、先立たれる方もいらっしゃいますよね。だからそういう、こう、死別だったり、自死遺族とか、親子関係のね、絶縁だったりとか、仲が悪いとかっていうのは、もうそれはですね、どうしようもないことなんですよね。
だから自分の人生を今から変えるとか生まれ変わることができないんで、もう仕方がないんだなってある時期ね、本当にもうね、あ、そっかってね、私それ考えてなかったと思ったことがあったんですよね。だから今ですね、そういう家庭環境とか兄弟とかのことですごくね、他の家庭を見てね、いいなと思ってる方はですね、そういうふうに考えてみてください。あの人たちと私は人生入れ替わることができない、私は今はね、僕は今この人生で生きてる、僕は私はこの自分で生きてるから、もう変えることができないんだ。そこはですね、まず受け入れてほしいんですよ。私もそれ受け入れたんですよ。それを受け入れられなかった時に辛かったんです。そこを受け入れてなかったんです、ずっと。そうじゃないですかね。今ものすごくそういう家庭環境とか兄弟のことだったりね、伴侶のことですっごく絶望してる方、もう本当に奈落の底の方っていうのは、それをですね、受け入れてないんですよ。私も受け入れてない時はずっと泣いてました。とにかく毎日泣いてましたよ。こんな感じじゃないんですよ。とにかくもう泣いてるから、もう力がもう入らなくて、具合が悪くて、もう寝込んでました、ずっとです。だからまずは受け入れてください。で、あとはですね、その家庭環境とか自死遺族、死別の悲しみとか、そのことじゃない、また別個のことで、例えば自分が何か夢を持ってる方ね、例えば私だったら例を挙げますね。私が昔漫画家になりたかったんですよ。ずっと子供時代漫画をこう投稿して応募してたんですけど、それを例に挙げると、一生懸命応募してて、結構毎月毎月のね、こう発表があるわけなんですよ。ほとんど本当に結構毎月送ってた時もあって、頑張ってもうね、ワクワクしてこうそーっとドキドキしながらこうね、発表のページをこう見るときに、私の名前がですね、もう一番下の、もう本当に下の方の章にちょこっと載ってて、同じ年で同じね、高校生とかでもボーンとすっごい、もうね、一番最初に載ってて、名前もボーンってあって、賞金何十万とかってあって、もうデビューみたいなね、そういうふうに書いてるね、もうそれを毎月見るね、あの時のショック。でも私もですね、本当に1回だけですけど、結構まあまあのとこに行って、で担当者もね、ついたことがあったんですよね。でもね、私はそれ以上の才能がなかったんで、それ以上に行けなかったんですけどね。でも他の方はもう才能がある方は、それからどん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 やっぱりね、デビューして、本当に毎月こう連載したりとかしてるわけなんですよね。でそういう状況の時に、じゃあ私みたいな立場の人でね、あ、いいな、でもいいな、私こんなに頑張ってるのに私はまた今回も下の章で、また今回またデビューしてる人がいるわ、同じ年なのに、高校生なのにってね、なんかそういうふうにすごく羨ましいとかってあるじゃないですか。でも悔しい、もうなんでってね、私またダメだったのみたいなね。でもそういう時にこう考えてほしいんですよ。いや、自分は自分にできる精一杯を書いた、あの一作品にも思いを込めて、あともう一生懸命こうね、画力というかね、書くのももう私のこの限界ぐらい一生懸命書いた、それでダメだったんだと思ってほしいんですよ。私それをですね、毎回毎回はちょっとまだ思えてなくて、悔しいとかなんでと思ってたんだけど、ある程度までガンガンやり続けて、ある年になった時に、ああ私はもうこれが限界だと分かったんですよね。でもその時に、その気づいた時にですね、もう何も悔しくなくなったんです。それが気づいた時に。それ以降は、やっぱりこうね、雑誌を見ても、ああ、またね、デビューしてるなと思っても、もう何も思いませんでした。だって、私はもうできる限りの力を尽くした。私にできることはもうやりましたっていう感じだったんです。もうこれ以上は無理だ。私は才能がないんだと思いました。だからもうそこまで自分の力をものすごくもうね、もう出し尽くして、もう力果てるまで、もう本当精魂つき果てるまでですね、やり続けてですね、それで結果が出なかったんだったら、もうそれはそれで、あ、自分の才能はここまでなんだなって、そう思えばいいんですよ。で、例えばね、こうやって毎回私本当にこうね、ほとんどもう間空けずにずっと投稿してた時期があったんですよね。でも、そこの間をですね、例えば、あ、今月はがむしゃらに頑張って、よし、送ったみたいなね。でも、その次の月は、なんかこう、ちょっと、あ、なんか疲れたなとか思って、あ、ちょっと今月ちょっとね、まあいいかな、今月は、とかっていう感じになったとしますよね。それが、まあ2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらい、ちょっとダラダラ続いて、よし、まあしばらくやってなかったから、よし、もう一回やろう、みたいなね。なんかこういう感じだと、本当にね、やり尽くした感がないんですよ。
やっぱりもう自分の体力の限界と自分の思いを込めるのも限界までやって、ネタも一生懸命考えて、どういうストーリーにしようかって考えて、もう全部出し尽くしたまでやるわけなんですよ。そして結果が結局ダメでついてこなかったら、結果が出なかったら、もう私はもうやることはもう全部やった、やり尽くした、もう後悔はない、そう思えるんですよ。だからそうやってこう間をね空けて、またじゃあ頑張ろうかなって、このなんかこうものすごいこうね、本気じゃない感じってありますよね。その本気じゃない感じで行ったって、やっぱりね、いつまでも、あ、何あの人、何また入賞してる新しい人がとかって、いや、自分はがむしゃらにまだやってない、めちゃくちゃもうねやり尽くしてないのに、時々休憩してるのに、いや、何あの人っていいなってこうね、ただこう、あ、いいなってこう思うだけじゃなくて、すごくね憎しみを持つ人がいるんですよね。自分はその人と同じぐらいやってないのに、自分はちょっと休憩したりして、あ、ちょっと、あ、今回はみたいなね。でもその入賞してる人たちっていうのはですね、自分がじゃあ例えばその 2,3 ヶ月ちょっともうちょっときついからやめたみたいな、ちょっと休憩みたいなしてる間もですね、ひたすらずっと書き続けてるかもしれないんですよ。もちろんすごく天才的な才能がある人はちょっと休んだって書けるかもしれませんけど、でもね、やっぱりね、がむしゃらに書いてる人が多いです。漫画家目指してる方とか、よくドキュメンタリーとかでもね見ますけど、本当に一日中書いてるんですよ、徹夜したりとか。だからそれぐらいやり尽くしてる人がね、あの、全然別に時々休んでる人から羨ましがられたって、それはね全然違うわけなんですよ。だから自分が、あの、誰かを見てすごく羨ましがったり、時にはものすごくこう憎悪、何あの人なんで入賞してんの、ムカつくとかってね、なんか自分のことちょっと棚に上げて、他人をこう妬みそねみですっごくね負の感情を持つ人がいるんですけど、そこはねお門違いなんですよね。だからやっぱり人を妬んだり嫉妬する時にどうしたらいいかっていうのは、自分もその自分が妬んだりして、あの人いいなって思ってる人がやってることと全く同じことを自分もやるってことなんですよ。でもやるって言ったって、じゃあそれが果たしてできるかってことなんですよ。そのめちゃくちゃ頑張って毎日毎日書き続けてる人がいて、じゃあ自分も同じぐらいできるのかなんですよ。いや、自分はできないんだけど、でも悔しい、何あの人ってね。その人の努力は見えませんよね、いや、日頃ね覗いてないんで、その生活を。でもみんな努力してるんです、いろいろね頑張ってるんですよ。だから自分も同じぐらいやれるかどうかで判断してほしいんですよ。あー、なんか私はちょっと無理かも、そんな徹夜とかできないしって思えば、あー、そしたらその人のことを妬む必要はないってことなんですよ。羨ましいと思う必要がないってことなんです。まあ、あとはね、今ほら漫画家のことを、まあ、分かりやすくねちょっと挙げただけで、それが別にその人その人のいろんなね夢だったり、こういうふうになりたいとかいろいろありますよね。自分のこの人生の目標だったりとか。だからそういうことがあった時にね、他人と比べて、あ、もう羨ましいってなんでって思う時はですね、その人が、自分が羨ましいと思ってる人がやってることを、じゃあ果たして自分ができるのかなって、そこをちょっと見てほしいんですよ。そして、あー、ちょっと私は無理かもと思ったら、もう羨ましがる必要がないってことなんですよ。だからもう負の感情はそこでもうなくなるんですよね。だから自分の中に負の感情があるって、すっごく自分の人生をね、もう本当に辛くしたりとか、良くない方向に持っていっちゃうので、自分の中の負の感情を取り去るためにはどうしたらいいかっていうことを考えてほしいんですよ。だから今回の動画っていうのはですね、他人を見てすっごく羨ましくて仕方がないってね、この気持ちどうしたらいいんでしょうかって、他人が羨ましくて悔しくてってね、どうせ私はと思っちゃうんですよねっていう方に向けてお話ししてるんですよ。最初のね、あの、お話ししたのは家族とか、そのね、身内とか、自死だったり死別っていうのはもう変えられないっていうことをまずお話ししましたよね。だから変えられないことはもう受け入れるしかないってことなんです。他人が幸せそうに見えても他人と変わることができない、それはもう受け入れるですよね。だからその受け入れて、じゃあ自分の人生を楽しくするには、じゃあどうしていったらいいか、自分のこの今のこの人生で自分が楽しむ方法を見つけ出すってことなんですよ。で、2番目っていうのは、じゃあ自分が何か目指してるとか、夢を持ってる、これになりたい、憧れてる、そういうものを、自分はそれをまだ成し遂げてなかったり、手に入れてない、その位置に行ってない、そういう状況で他人を見た時に、他人はもうね、自分がなりたいと思ってる立ち位置にいるね。さっきの漫画家だと漫画家になっちゃってるとかね、いろいろありますよ、人それぞれね。そういう立ち位置にいる人が、じゃあその人も努力してるわけなんですよ。何の努力もなくて、あの、すごくいい位置にいるっていうのは、まあ今のこの世の中のね、
ちょっとこういろんなね、上の人たちがもうね、親が例えば政治家だからその子供も政治家になるとか、本当に楽にね、いい位置にいる人いるじゃないですか。それはもう全然ね関係ない、ちょっと私たちとは別の世界なのでね、普通の私たちのこのね、立ち位置でのお話なんですよ。だからやっぱりね、努力してるんです。みんな何も努力してなくていい位置にいる人でいないんですよ。でそうやってね、やっぱりこう自分もね、同じように努力できるか、同じぐらいの時間ね、同じ時間徹夜して漫画を描けるかってことなんですよ。休みなく描き続けて休みなく投稿できるのか、ああ私には無理だなと思ったらもうそこは諦めるしかないんですよ。だって努力した人、頑張って本当にねやり続けないと、継続しないと無理なんですよ。休んだりもうやめたとかと思ってたら何も成し遂げられないんですよね。プロっていうのはそういうものなんですよ。あとはですね、もう一つ付け加えると、才能っていうのもあるんですよね。その努力を一生懸命しても、やっぱり私も努力しましたけど才能がなかったんですね、漫画家としての。だから、ああ私には才能がないんだってね、ある時分かるんですよ。まだね、分からない時にね苦しむんです。いや私だって頑張ってるしと思うんですよ。私本当頑張ってたんで、頑張ってるのになんでダメなの、またダメだったみたいな。で例えばですよ、ほらピアニストね、私ね昔ピアニストにも憧れてて、ピアノも習ってたんですね、子供時代。でもですね、ある程度まではねもう本当に弾けるようになったんだけど、ここの分かりますかね、音符のこの左のところにシャープとかフラットってありますよね。あれがですね8個ぐらいダダダダーってシャープシャープシャープフラットフラットってつき始めた、その本、教科書から私挫折したんですよね。いやもうねすごいんですよ、シャープがこれもシャープ、ここもフラットになってまたシャープって、もうすごいめんどくさくて、私大型なんでダメだったでしょうか。もうねめんどくさいんです、その一個一個変えるのが。でもそこのね直前までは行ったんです、結構弾けたんですけど、もうそれ以降ダメでした。だから、ああ私はもう無理だって、もうピアノダメなんだって思って、そこはもう諦めたんですよね。でやっぱりね、私はそうやってピアノもやってたんで、ピアニストが好きなんですね。だから清塚さんのライブにも行ったことあって、とにかくピアニストのこの演奏だったりとか、あとドキュメンタリーもすっごい好きで見るんですよね。そしたらコンクールとかあるじゃないですか、ピアノコンクール。で皆さんこう一生懸命練習して、ずっと練習して、でもやっぱり落ちる、下落ちるんですよ。っていうことはですよ、やっぱり努力と、もう一つは才能もやっぱりいるってことなんですよね。だから努力して、一生懸命努力して、全ての人がね努力したからといって夢が叶うわけでもないんですね、そこが。だから努力と才能はやっぱりこうねペアだと思います、二個一だと思いました。だからどっちか、努力もないね、才能もないだったらまあダメですけど、努力はしてるんだけどなかなかっていう人はやっぱ才能がないんだなと思ってください。私もそれで諦めました。でもですね、そこでですよ、いや努力、せっかくこんだけ努力してるのに才能がないからって諦めなきゃいけないのって思って、すっごくショックですよね。私もねそういう時ありましたよ。あ、私才能ないのって、なりたかったのにってね思いましたけど、でもそれはもう仕方ないじゃないですか、描けないので、ある程度のとこまでしか描けないんですよ。全く絵が描けないわけじゃないんだけど、すごくうまくもないんですね私。だから下手な方なんですけど、でもある程度まあささっとちょこっとは描けるわけなんですよ。でもそれが才能がないってことなわけなんですね、その漫画家としてはってことですよ。他の道ではまだ分かりませんよ、そこまで努力したことがないんで。だから漫画はですね、めちゃくちゃ努力したけどダメだったわけなんですね。そこには才能がなかったわけなんですよ。だから今他人を見てすっごく羨ましい、その夢の部分でですよ、夢の部分で、あの人はすっごくもうね、すっごいプロになっちゃってて、私まだ全然プロになれてないのにとかって、すっごくそういうのってこうネットでほら見れるじゃないですか今ね。例えばアートの世界でも、あとはこうほらハンドメイドだったりとか、いろいろありますよね。音楽だってダンスだったりね、いろんな分野で活躍してる人、小説家だったりね、ネット小説だったりとか、とにかくいっぱいありますよね。この YouTube だってそうじゃないですか、たくさんのチャンネルがあって、私もねこうやって話してますけど、他の人たちはもっと何万人ってねいるとかね。だからいろんなこうね、ちょっとこう世間を見ると羨ましい人って世の中いっぱいいるんですけど、そしたらじゃあそこでまず自分も努力をしてくださいってことなんですよ。同じようにですよ。で努力をしてもダメな時は才能がないってことなんです。でもねそこで諦めなくていいんです。そこで、ああ私は才能がないから、ああ私の人生ダメなんですね、そしたらじゃないんですよ。例えばね、私の場合でね、ちょっと分かりやすく言ってるだけなんですけど、漫画家もダメでした、それでピアニストもなれませんでした
そして私はですね、昔ほらもう昭和時代なんでアイドル全盛期だったんで、アイドルにめちゃくちゃ憧れて、一緒にこうね、そばに行きたいとか、自分も可愛い格好したいとか、もうとにかくねモデルになりたいとか芸能人になりたいとかあったわけなんですよね。そういうのもねダメでしたよね。もちろんねそれも全然ダメなんですけど、あとはですね、シナリオライターにもなりたかったんですよ。勉強したんです。だからいろいろなりたいことが私はあったんですけど、全部ダメなんです。全部叶ってませんよね。でもですよ、どうですか、今私は全く違うこのおしゃべりこうやって自分の体験をお話しするようなこの YouTube っていうものに出会って、でこの4つですね、今お話ししたものの中のどれにもなれなかったけど、夢は叶わなかったんですけどね、かなり努力しましたけどね。でもこのね、今こうやって YouTube っていうものをやらせてもらうことになって、なんかこう話がこうできて、それを聞いていただく方がいらっしゃる。どうですか、これもすっごくね、もうすごい幸せなことなんですよね。だから自分がね、昔ずっとなりたかったと思ってたことと全く違うことが人生にこう現れて、この YouTube っていうものが私の人生にいきなりこう現れまして、あ、 YouTube っていうものがあるんだみたいなね、あ、やってみようかなみたいな。だからそうやって人生ね、こうね、いろいろこうやっていろんなアンテナをこう張り巡らせて、いろんなものとこうね出会った時にそれをこうキャッチしてですね、あ、これやってみようかなってね思えることがね絶対あると思うんですよね。そして今の現時点でまだ、いや私そういうのないんですっておっしゃってる方も、いや、いつ出会うかわからないんですよ。私もまさかなんです、この YouTube っていうのは。でそういうふうに言うとね、いや私はもうまだ全然何もね出会ってないし、いや、この先何があるんですか、私別に今のところ何もね出会いそうにないですって思う方いると思うんですけど、それはですね自分の意思じゃないんですよ。人生の流れで出会う時は出会うんですよ。もうひょこっとねこう目の前に現れるんですよ。え、こういうことがあったんだ、あ、知らなかったとか、え、私これできるかもみたいな、あ、やってみようかなとかって、ある日突然ね目の前にバンとこうに現れるんですよね。でもそれはこうメンタルを下げてて、こう暗くね、もう私の人生って、でこうすっごくね本当にこう人生に腐っちゃってるとか、なんかこう不平不満だったり愚痴だったりね、負の感情をこう自分の中にいっぱいにしてると、そういうこうすっごくね、わあこれやってみたいと思うものには出会えません。やっぱりね引き寄せないんですよ。やっぱりいいことは負の感情でいたって引き寄せないんですよね。だからやっぱりこうね、常にこうね、今日一日を楽しく生きて、もう負の感情を抱かずにですね、誰かこう他人と自分を比べずに、もう他人は他人、もう自分は自分っていうことで、そういうふうにこうね、自分をまず大事にして、自分は自分なんだと思ってですね、もう今日を楽しく、そして今日何をやろうかな、それでちょっと出かけてみて、いろんなものを見てみて、本屋さんに行ったり、いろんなとこ行って、あ、こういうものがあるんだなとかね、そういうふうにこう自分のこのアンテナをですね、こう常にこう張り巡らせといて、何かがこうそこに引っかかったらキャッチするみたいな、そういうふうに生きてみてください。だから他人と比べてこう羨ましがったり、妬んだり、ムカついたり、何あの人、悔しいとかって思う必要はないってことなんですよ。同じことができるのかってことなんです。同じことができないんだったらもう諦める。まあ、あの人は一生懸命やってるんだろうなってね、私とは違うぐらいのレベルで一生懸命やってあの位置にいるんだろうなみたいなね。あとは才能ですよね、あの人には才能があるんだな。でもそれのね、そこに私が才能がなくても他のことにはいいかもしれないんですよ。だから自分をですね、あんまりこう見くびらずにですね、こう自分も何かしらに何かこう特化した部分があるんじゃないか、それがねいつか見つかるんじゃないかと思って、こう楽しみにですね生きといてください。ではですね、今回もですね最後までお聞きいただいて本当にありがとうございました。他のチャンネルもね随時更新してますので、ぜひ覗いてみてください。ではありがとうございました。